いよ。試合がもう、なんで 99% 決まりだから。うん。ああ、早速、いつもの、ね、追い込みセッション。パート1だね。まあ、ずっとどうせ、トレーニングしてたから、慣れるの早いと思うよ、練習してたから。ね。そう、ミット持ち、ミット打ち、ミット持つのもいい練習だと。いい練習だ。ああ、いや、いつも森会長から言ってるから、直人君に、ランダムに蹴ってもらって、うん、受けてカウンターしたりするんだけど、うん、今日は涼しいと思ってたんだけどね、雨降って、うん、でも湿気がやばいから、うん、体重も落としてるからやばいよ、いや、not bad shape、ね、試合の準備の期間がちょっと短いけど、でもいや全然俺も考えてたから、でも普通だけ2ヶ月、1ヶ月半ぐらいでしょ、うん、そしていつも僕、オーバーワークして、うん、試合になると途中からの追い込みのパフォーマンスより人があるんだよね、早く焦っちゃうから、ねね、早く頑張りすぎる、うん、だから、もしかしたらこれもいいかもしれない、ね、うん、うん、まあ試合やるたびに学ぶからね。そうなんだよね、うん、試合は今日那須川天心試合出るんだけど、一人しかいないから那須川天心ね、うん、世界一一人だから僕は世界一狙ってないのね、ショックかもしれないけどね、いろいろ経験して、うん、自分を何だろう、昨日の自分より強く、もっといい、うん、スマート、自分をもっと良くするのが格闘技の一番いいところだと思ってるんで、うん、今回も頑張って試合して、自分をさらにレベルアップして、100% 頑張るんで、うんうん、結果は結果で、しょうがないから、うんそうだね、自分ができることをやって、もう考えなくてリングに上がりたいですね。いや、それも難しいんですよ、うん、それも勉強ですよ、うん、でも毎回試合やるとなんかいいものというかなんか勉強になって、うん、こういうことがあるんだって人生のレッスンもいっぱい並んでるんで、怪我さえなければいいことしかないと試合思ってますね。いや、yeah. So anyways、 これからちょっと今日時間がないのでマスして、うん、家帰って今日は初 MMA コラボやるんです。おー、イエス。ネクサスバンタム級チャンピオン、うん、グラプラーっていうんでタックルを教えてもらいたいです、yes. その動画も近いうちにアップすると思うんで皆さんチェックしてください。相手がパンチ振ってくるときにタックル him、yes. 試合で使おうか。外涼しいんだけど、蒸し暑いよね。蒸し暑い。 Alright、 到着です。しょ、カラオケの隣になります。ね。失礼します。こんにちは。こんにちは。ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。団体の初代チャンピオン。ああ、はい。シュート。で、名前もシュート。シュートですよ。サラブレッドなんですよね。サラブレッド。なんかエリートみたいな。ああ、はい。お父さんも格闘家で、息子も格闘家で、あ、お父さんも息子もチャンピオンっていうの多分彼しかいないんで、はあ、兄弟でチャンピオンとかやるじゃないですか、はいはい、お父さんと子供って多分確かに彼しかいないと思うんで、はい、でまあこれから頑張っていくっていうんで、でネクサスは結構自由なんでチャンピオンの防衛戦だけやればあとは外の団体で試合しても OK っていう感じなんで、はい、今ディープっていうところ出たりとか、あ、あとまあ海外行きたいって言って海外出たりとか、うん、いろんなことやってるって感じ でまあ見た目もああいう感じなんで結構ファンも増えたりとか。そうですよね。バンタム、スーパーバンタムでしたっけ。バンタムですね。バンタム級、はい、MMA のバンタム級って何キロですか。 61.2 ですね。 61.2、 はい。61.2 体でかいです。でかいですね。通段は何キロぐらい。通段は68キロぐらいです。おー、すごい。ね、やっぱりキックのバンタムってちっちゃいですもんね。キックのバンタム51キロです。階層がいっぱいあるんですもんね。
そうですね、スーパーバンタム、スーパーバンタム、はいはい、スーパーバンタムとかないもんね。ないですね、フライバン、あー、そっか、フライバンタム一番軽いのがストローで 52.2 なんで、あー一つ全部、あ、二つずれますね。そうですね、はい、そうですね、ダベルト、おお、すごい、あーベルトかっこいいですね。チャンピオン。Whenever ready. What's up, everybody? Welcome to Family Time. 今日は特別総合格闘技ハウツーです。気をつけてほしいのは頭がこう下がらないことですね。なぜかというと、こう頭下げちゃうとこう下に力が向いちゃうんですよね。一つゲームやりたいです。ゲーム。もしもこのタックルを抑える、はい、止めるコツ一つ教えることができれば何がいいですか？あ、タックルを抑えるコツですか？止める、はいはいはい、タックルはじゃあ入ってきてもらっていいですか？タックルはもう初めての人ってこう抱えちゃうんですよね、やっぱり。あ、抱えちゃうと守れないんですよ。このまま相手がもう前に出ちゃってください、このまま倒されちゃうんですね。なのでタックルは抱えてはダメですね。一番大事なのはまず最初は顔を切ること。タックル入ってきたらここで顔を 止めてあげるんですよ。そうすると相手は顔がもう前出れないんで、このまんまもう手もし掴んでたとしても前出ていっちゃえば。なるほど。もしよければ僕タックル止めようとして、はい、楽に多分取れると思うんですけど取ってみてください。その一つのコツで抑えようとするっていう力ありそうだから、これですちょっと体験したいです、はい、じゃあレスリングな感じで普通のレスリング。早っ、もう一回早いよ。 You need the footwork だよ。フットワーク必要だ。無理でしょ。やばいよ、無理だよ。うん、やってみる。いや僕は絶対無理。なんか力あるから。でもそこまでもいかないね。だからそうでしょ、その前に取られるから。だから力があるからなんとかなるっていうことじゃない。いやそれテクニックだよね。やっぱりすごいと思いました。ありがとうございました。ね、面白い。まあ、今日はありがとうございます。今日はありがとうございます。すごいいい体験でした。すごいですね。うん、最後に一つ、首のトレーニングは何してますか？首のトレーニングすごいよね。すごい。すごいよね。いや、もうブリッジですね。首のトレーニングはもうブリッジですね。ああ、それで前の方もで鍛えられるんですか？レスラーは肩ついたら負けなんで。レスリングって、あ、もうレスリングやってた頃はもう毎日準備運動がブリッジですよね。前ブリッジ、後ろブリッジ、後ろからこう横をブリッジしてた。結構やりましたね、毎日毎日やりました。ブリッジ頑張ろう。頑張ろう。